エドウィンはデニム素材を中心とした日本のファッションブランド。エドウィンと読むが表記はエドウィンである。1950年代にツネミウェイ8商店の称号から発展したツネミは中古ジーンズをアメリカから輸入市,市場に提供していたが、1960年代に入り、日本で初めて独自の製法によりジーンズを製造、販売する。エドウィンというブランド名は、 デニムの D と E を逆転し、ニムを180度反転し、ウィンとして命名された。江戸が勝つという説は俗説であり、公式な情報は確認されていない。日本テレビ系 TV ジョッキー日曜大更新の人気コーナー、非人変人大会では毎回優勝者に、エドウィンのジーンズが贈呈された。また一時期は、アメリカ・イタリアにも工場を設け、メイドイン。 USA シリーズおよびメイドインイタリーシリーズを生産していたがこれは数年で中止されている。所有する営業者のナンバーは同社の代表的なブランドにちなんで503としており、車体色もデニムをイメージしたものにしている。最近では著名人とのコラボレーションジーンズでも有名であり、早見も小道や土屋アンナラがデザインしたジーンズが販売されている。2012年8月、 証券投資の失敗を隠すために不正経理を繰り返していた疑いがあることが報道された。報道を受けて、同社では第三者委員会の設置などによる調査、適切な対応を行うとコメントした。不正経理の表面化から4ヶ月後の12月24日、この日からエドインはブラッドピットを5年ぶりに起用した503の宣伝広告を公開したが、 主要金融機関からの借入金六百九十億円の返済が滞り銀行団に対して返済計画を策定していた真っ最中に三億はくだらない広告費用を費やしたことからメガバンク幹部は苛立ちを隠せなかったという経営者一族がの放図な金融取引を行っていたことが経営悪化の要因となったがそうなった背景には当時の社長である常見修二が ワシントン大学で金融工学を学んだ経験を持っていたことによっておごりを抱いていたこと、企業統治が欠けていたことが指摘されている。2013年11月26日、事業再生実務課協会に対し、事業再生 adr 手続きの利用を申請。その後受理された。2014年3月10日、伊藤中商事がスポンサー選定手続きにおいて、 優先交渉権を獲得。エドウィンホールディングスの株式を100%取得し、スポンサー契約を締結したと発表した。債権者とギリギリの交渉が続いた結果、最終的には12億6000万円以下の債権者は全額一括弁債とし、それ以上は伊藤中をスポンサーとした、債権放棄と町長,長期弁債との折衷案で、金融債権者間との合意を見るようになった。 エドウィンのジーンズの特徴として、ペーパーブラシを用いて、ジーンズにヒゲを出したり、シェービングを用いて、全体的な色落ち加工を施したり、ほつれを出すなどのダメージ加工が挙げられる。デザインの特徴としては、ポケットの W のステッチ、エドウィンロゴを大きく配したカワラベルなどが挙げられる。このデザインは1960年代のモデルから引き継がれているデザインである。 以下は過去にスポンサードしていた番組、ありがとうございます。